池上ジョージのインタビューコーナーどうもこんにちは。どうですか敬語やめようや。いや敬語で行こうよ。敬語で行こうよ。敬語で行く、うん。まあ、いい環境でね、3年目なんですけど、まあ、変わらずいい環境で、暑い中でいい体力作りできてるんで、すごい充実してるし、飯も美味しいんで。本当？すごく充実してる。なんか元気、お腹壊したって聞いたんだけど、それはどうなんですか？新加入選手について聞こうかな。え、それ個人的？全体的？まあ全体的か。うん、まあ個人でもいい。まあ全体的です。お願いします。まあ、僕らがこう。まあ同い年なんですけど、まあ言える今年じゃないのかもしれないですけど、まあ若い選手がいっぱい入ってきて、まあ活気がこう溢れたかなっていうのは第一印象すごいあるんですけど。おお、いいね。高い高い高い、くんおいで。ちょっと写して写して、うん、高いくんおいで。今日全然走ってないよ。いやいや、もうやめましょうよ。え、いや、これ乗車感情見ねえし、英語わかんねえし、全然走ってない。これいくらでも編集できます。編集できます。全然走ってない。手抜いてまだいける。編集できビデオでやんないもん、字で書く。編集できます。まあ、ジョージは英語も漢字も読めないんですけど。あ、違った違った言ってた。ここ使っていいよ。ここ使っていいよ。まあそうですね、ベテランの選手も何人か入ってきてくれたんで、そこが、まあ、うまく逆に言えば僕たちがこの中堅の年になってくるんで、こ うまくこう、まあ、ジョージよりキャプテンになりましたし、バランサーというか、うまくこう仲介役をできればいいのかなと思ってます、ね、すごい助かってるよ。便利な清永くんに期待したいですね。清永くんにプロテイン飲んでますけど、清永くんに期待したいですね。タケルインスタ始めたらしいよ。あ、タケルインスタも宣伝しとけよ。今日の YouTube 出るよ。みんなインスタフォローせんでいい。全然せんでいい。お願いします。じゃあ、まあ、アド、はい、まだ仲間終わってないですけどもね、からどうこうキャプテンとしてね、チームをまとめていくかというか、こうまとめていくつつ、どう俺とかこう25歳メンバーに協力してほしいかっていうのはやっぱ聞きたいですよね。サポートしたいんでね、俺らはキャプテンとかじゃないですけども、うん、いやまあ確かに僕らの代5人多いから、うん、5人いるんで、まあ、本当に頼りながら、まあ、下の代でもヤンだったり頼りにしてるから話しながら、うん、そこでうまくチームが一丸にとなって、まあ、上にもキクさんとかケンタロウさんとかカズヤさんとかいるんで、うまく話を聞き、何でも話せるって言いたいな、つつ、まあ、それをチーム全体に広めていけるように頑張ります。最後に、これから恒例となるかもしれません。なるでしょう。なるでしょう。選手に
クイズを選手にじゃないかまあ何選手クイズ、あ、選手クイズを、選手にまつわる、うん、クイズを行っていきます。第1回ということでね、第1回山田クイズよし、元気と初めに会った時に4年前かな、4年前、僕が初めて声をかけた言葉は何でしょうか。1、こんにちは、こんにちは。2、元気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 。3、大地やん大地やん。まあ大地は元気の兄弟なんですよ、うん、まあ、知ってる方もいると思いますけど、うん、双子なんだよ、顔が一緒っていうこともあっての、まあいろいろそう、うん、その関係もあるのかもしれないの大地やんということで、うん、まあそれは後々、まあ、答えは後々答えは言います。また何か次の回でね、はい、ジョージが最初にじゃあ答え合わせをするっていうことにしましょう。はい、その時にいろいろ説明もしてくれると思います、ね、その3択で言ってくださった方々のコメントを待ってます。よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。キャンプ